天使が。はい。あれだ。ハイフリさんがやりました。ハイフリさんが目の前で。メイヤ君がやってました。ミタさんを。メイヤ君がやってました。ザグッと立ってました。立ってました。けど俺自身は名役が確定だから、名役の相方たちではなりないから名役までローラーしてほしいかな。ケイ君は違うと思うよ。はい。え、でも初手キルとしたらどうなるんですか。俺からしたら梅健君の方があるかな。おお。ほえあーナイス。割りないごめんケイジ。いいね。割りないね。もっともっといろいろやるべきだったな。もうちょっと考えてるべきかな。オッケーリベンジ。またクリックの差し。あくそ。ああ、三田君がいた。ハイブリさん、ハイブリさん、やりましたね。いや、三田くんはいたけど、あれ放置はしてないと思ってるから、三田くんじゃなくと思ってて、他アーカイブとか抜けた人いる？いなかったら三田くんだと思う。だけど三田くんなるのか。ここはハイブリさん行ってほしいですね。ハイブリさんかな。じゃあさっきのギルの容疑で三田くんまでローラー仕切ってほしい安定のために申し訳ないけど、頼みます。じゃローラーするもんなんですか？覚えてない俺も。覚えてない。だから起きてんだろうな。起きてよ。さあね、正しい正しい。だからダブキルあったっけ。あ、そう。ないない。正しい正しい。あ、ない。ダブキルがダブル。あららと思って。マジで？マジで？もう得て。答えなかった。ハイブリさん弁当入ってませんでした。なんでやん。ハイブリさん、ハイブリさん弁当入ってましたね。たまたま見ました。僕も見ました。変身ルームの弁当のところでハイブリさんいたんだけどな。ちゃんとメガネしてみろ画面を。メインからメインの弁当が出てきたんで多分正しいかも。どうした？クルテンのお前ら。おい、どうした？だよね。高田健史と俺見てるからね。そうそう。え？高田健史と魚と麺屋が狂ってるっていうことでいい？とりあえずこの人たち狂ってます。クルメイト。目を覚ましてください。目を覚ましてください。言ってますけども。ほいほい。あら、クルーメイトが。え、魚さん。クルーメイトが。自害した。ってことは。魚？魚さんの言ってることが正しいってことはハイブリさん。いや単純だな。なんで、待って梅健くんまで来るのはちょっと話が違うから真面目に議論しようね。僕魚さんの意思をついてる。魚、って感じかな。まあじゃあ見たくまでローラーしてくれたらいいや。いやこれでも残り一人どっちが誰が殺したのか分かんない。決め打ちにほぼしかないんじゃない。お願いします。工藤さんって終わってますちなみに。あ、もう全部さっき終わりました。お、じゃあ本当に三田さんのラスイ。戻ってきた。ナイス。高田さんか。あ、高田さんなのか。梅健さん、あ、高田さんか。はい。何のウェイだ今の。なあっていう。三連続はさすがに疲れた。なんでやねん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 。
心の底からなんでやねん。え、だから魚も無理ですよ。あ、だからそう無理。慎太郎魚無理。ので、ハイブリさんポクポクは見えています。なるほど。まあ高田さんと明谷さんの話も聞きたいですが。あ、ハイブリさん釣っちゃう。釣るんだ。でもさん釣りしたいなって思って。僕も全然釣りは飲みますが。4回連続はきついって。あ、そうなんだ。あ、俺 K さんと会ってないから K さんかと思っちゃった。あ、本当に。ハイブリさん追放して終わらなかったら K 追放でいいか。そうそうそう。ああよし。なんてやねん、なんてやねん。どれ超活躍する、これは大活躍。皆さん聞いてください。ハイブリさんが目の前で高田さんを殺してました。また活躍するの。またハイブリさん。俺がこれで引くわけないやん。工藤君そんな臭かったかな。俺むしろブリちゃんだけでいいんじゃないくらいまで思っちゃった。待てハイブリさん、ハイブリさんのパッションで工藤さんが釣れるかどうか変わりやすい。ほんま信じて。いや何信じて。いや俺パッション出す人ちゃうんやけどな。人狼でもうちょい、もうちょい欲しい、もうちょい欲しい、もうちょい欲しい。何をやねん、何をやねん。工藤まで殺せ、工藤まで殺せよお前ら。ちょっとせっからだな。おい、ちょっと響いてきた、ちょっと響いてきた。なんでちゃうねん。いやなんで見えてなかった。いやマジで、え、ハミさんなんか自殺と思ったやろ。いやあのね、俺目線見えてなくって、うん、あのね、多分感性で、はしごのとこまで行ってたよね。うん、あ、いあ、行ってた行ってた行ってた。でもね、俺、あのはしごら辺で死んだもんな。俺、多分だから、8番ぐらいで切ってっていう感じのイメージやったら、うん、なんか、わ、パシュンって、え、そっちって思って。え、ハブリさんなんか死にに行ったって思ってた。そんなことない、そんなことない。見てたら、もう違う。目の前で切ったぞと思って。てか、てかね、もうほんまに、あの冷静じゃない。びっくりしたマジで。全然冷静じゃない俺今。露骨に増えるからね。ただな、残念ながらな、足湯さんほど俺ファニーじゃないねんな。え、早っ、あれ早っ。インポスター落ちた。インポスター落ちたんじゃない。インポスター落ち、インポスター落ちた、インポスター落ち。ああ、びっくりした。誰が落ちたんですか、マックスさん。マックスさん。僕です、僕です。ああ、ああ、ああ。名古屋で落ちましたね。名古屋から雑談してたら、なんか。お前は。楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。はい。よっしゃあ、よいしょ。クルーとして議論したかったっす。ああ終わった。うわーい、マックスさん、これあれか。マックスさん、サンテリだよ。ボタン、認めたくないんですが、そして言いたくないんですが、俺がクルー引いた瞬間にクルーが負けるって俺のせいだね、これ。頑張る、もう頑張るよ。おぉ、名役なんだ。さあ、しかしみんな無視してタスクをやっている。でもいいぞ、賢いぞ、いいぞ。ああ、ああ、メケさん、ああ、ベッド入った。え、何だ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 、強い強い。何だ、何だ、何これ、え、マジで俺陣営が負けっていうあれ？ねえ、俺のせい、これ。俺のせいだね。頑張んなきゃ。いや、インポスターうまかったよ。めちゃくちゃうまかったけど、俺か。俺がいらん。なあ、何か俺は今日呪いを受けている気がするよ。うん。
せめてクルーだったら嬉しいっていう感じだけど。はい。はい。はい。初手押しただけです。ナイス。いいですよ。何のために押したんですか。みんなに謝ろうと思って。え、謝ってください早く。インポスター5回連続引いた後、クルー2回連続引いて2回ともインポスター勝ちです。本当にごめんなさい。あれ何か今日僕呪われてると思います。それへこむやつやな普通に。ハヤブさん今回どっちなんですか。クルーです。なんか新庄くんっぽいからちょっと怖い気がしてきたな。新庄くん今のハイブリさんの返答どう思う。いや何も無なんだよな。少し反省をしています。今の時どうしたらいいんだろう。クルーで伝わらない方がいいよ。ナイス。危ねえ。危ねえ。ごめんずっとよかったよね。マジか。危ねえ。心臓バクバクしてる、ね、マジ。いや最後左から行けばよかったな。インポスター3連勝ですか。すごいな。すいません、お見事。すごかったな。終わってねえの誰だ。俺です。っやっぱり俺か。俺だ俺だわ。全部俺だ。ごめん本当に負けるじゃん。無理じゃん。ダメだ。どうなんだこれ。ね、なんかね、もうね、いろんなことに自分の判断に何にも自信が持てない、今日。あ、本当ですか。じゃあ、ハイブリさんになんか勝利をお届けしたいので、もう一回どうでしょうか。はい、ですよ、行きましょう。ましょう。はい、すいません、ごめんなさい、お付き合いください。ありがとうございます。それはしましょう。サンタロウさんが俺して白だからでかいですね。あ、俺になっちゃったか。すいません。いや、ちょっと工藤丸さんとコンビだったんだよね。タスク勝ち絶対されると思ったんだけど。ナイス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 ハイブリさん勝った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 。ありがとうございます。俺普通に利休されてるけどみんな強いよ。この人たち狂ってます。クルーメイト。目を覚ましてください。目を覚ましてください。